本が報道できない事件の自分の友達が餓死したっつって、女の子餓死、はい、これが、こっかに流行った高額バイトにつながるんですけど、数千万で事件一人も生きて帰ってきてないっていう、流せないですが殺してるから。ちょっと待って、これ流せんのかよこれ。ウマヅラビデオ史上でもヤバすぎますね。なんならまだあと一人残ってます。近いうちに起きるって言われてます。どうも、キー戦艦謎です。おじゃ、ソロ、もう一回ということでですね、今回ウマヅラビデオ特別都市伝説シリーズでございます。はい、いや皆さん、ついにですよ、ついにあの男と下合しました。タック TV です。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部のタックです。よろしくお願いします。うわ、これだよこれ。うわ、ありがとうございます。イナメンディ、もうイナメンディのポジションないねこれね。いやでも、やっと会いましたね。ようやくですね。なんで会わないんですかね。なんかだから、うん、待って、外出てるイメージがないですもん。だってソファで完結しちゃいますもんね我々。いや、その後出かけようと思えば出かけます。タックさんでも顔も出してないでしょ。だってまあそうですね、基本は。基本そうですよね、マイクあればって感じですよね。全然出てらっしゃらないでしょ。あんま交流もないですもんね。あの、悲しい話ですね。あの、交流が全くなくなりましてですね、あのコロナ以降ですね。あ、だなんかあのちょっと前まではね、結構その YouTuber さんと、はい、あの、まあ、知り合いの YouTuber とかいろいろいたんですけど、やっぱコロナになって会わなくなっちゃってから、怪しい専門家ばっかに会ってるっていう。オカルトの、あ、ちょっと怪しい専門家に会ってる自覚はあるんですね。会ってます。それは自覚はあります、はい、まあまあ世間から見たら、ね、そうですね、怪しい、うん、はい、いやちょっとあの、ありがとうございます。いやいや、本当こちらこそですよね。で、今なんかその、はい、一旦僕のチャンネルの方にも出演していただいてて、 はい、その話を聞いたんですよね、はい、めっちゃ怖いじゃないですか。やっぱそう思いますね。何やねん。いや、ありがとうございます。そういうのもあるんですよ。ただ香ばしいだけじゃないんですよ僕。ちょっと意外な一面でした、びっくりしました。何ですか。でもね、仕事呼んでもらえれば。いや、もう何でも出ますよ。何でもいけますよ、うん、あれ。いや、ただね、僕あれ、あの5個ぐらいの手札でしかないですからね。あの、今5分の3だからもうネタないんですよ俺。あと 2? うん、今13年ぐらいやられてるんですか。はい、ああいうの 5片手しかなくて、あれで一本勝負いければ。でもあの5で4年はいけると思います。本当っすか。いけると思います。僕も実質2とかですもん、うん、もう本当2をこうすっげえ細分化して2を細かく、はい、2の順番を入れ替えてるだけ。意外とそんなもんなんですかね。そんなもんだと思います。意外と、はい、だから今日もその2の中で、うん、だから最後の話なんか、うん、最初言ってなかったみたいな話になると思います、うん、2を入れ替えて年寄りのおばあさんみたいな同じこと何回も言うみたいな。それでいいならね、僕もね、仕事呼んでもらえば嬉しいですよね。かっこいいさんでもね、こんな素敵なスタジオで撮られててね、意外と出会ってなかったですね。僕らなんかイナメンディの匂いで、もうカレー臭みたいな匂いしかしない、汚いゴミ屋敷みたいに撮ってますけど。いや、意外とイナメンディさんとは、うん、はい、の方がお会いしてて。あ、そうですよね。3回ぐらいは。おー、結構あったんですね。もうコロナ以降は全くですもん、うん、あ、そっかそっか、はい、でコロナ前まではあの東京で飲むとき、うん、イナメンさんと一緒に飲んだりとか、いいの、中してましたよ。いや、あのタックーさん飲みたいな、ちょっと。確かにコロナもうまだ開けてもないですもん、なんか中途半端ですよね、うん、タックーさんでそのあれですか、やっぱ30人飲み会系とかそういうの気にします。いや気にする、はい、いや、いなかったですよ。あ、もちろんいなかったと思いますけど。いなかったですし、うん、30人で飲みってします。いや、しないのよそれが。しないでしょ。あれ、やからの飲み会だろう。だってあれは良くないですよ。何が楽しいんだろう。何が楽しいんだろう。マックス7とかでもありましたけど、7でもちょっときつかったです、ね、うんうん、あ、だからじゃあしっぽりとね。そうそう、僕しっぽり屋なんですよ。そうなんですよ。なんか蕎麦屋とかでちょっとこうつまんないつまみながら飲むぐらいのが好きなんですよ僕。蕎麦屋でそば屋のお料理ってうまいじゃないですか。まあまあまあ、たまになんかごぼうとか出てきますね、うん、そうだ、ああいうつまんないの食べてこうくっちびっといくのが。それ一人で言ってください。それはえ、一緒にやってくれないんですか。それもそれでつまらなさそうとか。ちょっと待ってくれ、つまらないって言われた。なんかそういう人多いですよね。だからミルクティーさんもね、ミルクティー飲みたいです。はいはい、ミルクティーさんもうあの、うん、カフェとか好きなんですけど、うんうん、カフェミルクティーさんと言ってもつまんないじゃないですか。いや、俺答えにくいよそれ。いや、その、うん、詰まりはしないじゃないですか。まあまあまあ、そうですね。詰まるか詰まらないかで言うとですね。まあ、確かに。あ、でもミルクティーさんとはすっごい飲み行ってるんです。あ、そうなんですか。結構行ってます。もう、え、行ってます。あ、いや、呼んでもらってないな。いや、なんか、あ、もう、呼んでいいのかすら。呼んでいいっすよ。だから、はい、それはもう僕の方でもすごいもう驚き後なんで、あれなんですけど、はいはい、まさか、うん、
年齢が一つ下だと思ってなくて、そうなんですよ、めっちゃ年上だと思ってました勝手に、ね、だからさ、年上の人今飲んでるんですけどよかったら来ませんかとかって、あ、そういうこと、そう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 、え、俺そんな見られ方してるんですか、あ、だってそういう人多いと思いますよ、マジっすか、だから僕逆にミルクティーさんが年上だったことにも驚きましたもん、あ、それは確かに、おーってこうミルクティーさんと結構フランクに話してて、うんうんうん、どこかのタイミングで、うん、年上この人みたいな、うん、なっちゃったんですよ、うん、え、逆にタックさんが若すぎるっていう感じじゃないですか、いや、いや変ですよ年齢接する人って、あ、あれだわ、え、やっぱ血打ってんじゃないですか、血アドレノいやいやいや、こうやってやってるんですか、俺もグラビアみたいな言い方してます、アドレノじゃない目覚めてないですよ僕はもね、まだ目覚めてない、大丈夫ですよ、あの一線引いてお届けしますから、そうそうそう、はい、いやだからそれこそね、はい、タックさん今回こう、ね、まさかのまさかに出ていただいてまして、いやいや、ありがとうございます、タック TV さんの方にもですね僕出演させていただいてるんですけども、はい、あの今回タックさんがですね、はい、衝撃を受けた、ああ、そうですね、同じ、そうそうですね、タックさんが衝撃を受けた都市伝説、うん、ベスト3を、はい、はい、ちょっとね話していただきたいなと思ってまして、はい、うん、やっぱ結構悩んだんですけど、うん、さっき馬面さんがお話されたので、あ、僕もやっぱそういうちょっと事件とかの方がやっぱ強いって言い方あれですけど、うん、詳しかったりするんですよ、うん、ただそっちは避けて馬面さんのチャンネルの方ではできるだけ都市伝説寄りな、うん、話の方がいいかなとは思ったんですけど、はい、結構馬面さんがそっち寄りでお話ししてくださったんで、はいはい、僕もそういう話していいんだっていいんですよ、馬面ビデオでもう何やったっていいんですからだからあの先ほど馬面さんがお話ししてくださった中で結構キーワードになったのが人身売買っていう、あ、あのワードがたくさん、はい、出ましたけども、うん、それともう一つこの日本に問題、うん、抱えてる問題といいますかね、はい、があると思ってまして、はい、これが薬物問題、うん、これね今簡単に若者もね SNS 上手に入っちゃうっていう、はい、手に入りやすさがなんか例年より増してるというか、増してる、これ不思議っすよね、うん、これなんでなんだろうというか、わかんないですそれ理由は、うん、そうなんですよね、これ理由が僕もわかんなくて、うん、でまあ一番は海外から入ってきてるって言うんですけど、うんうん、日本結構厳しいんですよね、そうです、そうです厳しいですよ、でもこれ僕の中では、うん、これ大丈夫なのかっていう報道が最近あったんですよ、はい、今月かな、7月か、ほうほうほう、7月にあの神奈川県警が、うん、過去最大量の麻薬、うんうん、を、摘発したっつってこれ話題になってまして、はいはい、グラムキロでいうと500キロぐらいですとかね、うわすごい、確かで末端価格でいうと400億ぐらいメキシコじゃない、そうです、えから届いたコンテナをかけてみたところ、うん、麻薬犬も反応したと、うん、バーン開けたら、うん、それだけ入ってたっていうんですよ、うわこれを神奈川県警が発表したんですよ、はい、過去最大級の量を押収しましたっつって、うんうんうん、まあと思いません、ね、神奈川県警がですよ警視庁ならねそう公安とかがねやるんだったら分かる、神奈川県警がそうよく考えてくると、うん、このご時世に誰が海外からそんな量の麻薬を一発でぶち込もうとするのって思いません、一撃っすもんね、そうなんですよ、うん、おかしいだろう、おかしいおかしい、でむしろたまたまその時発見できてたとしたらですよ、うん、それ以前にどんどん入ってきてたってことになるんですよね、うんうんうん、すごいザラに抜け道があったんじゃないか、確かにそうか、その量がねいけちゃうってことはもう過去からもここザルだなって思われたってことですよね、そうそうそう、舐められてたって思われますし、うん、じゃあ仮にこれが、まあ、嘘だったとしてですよ、うん、なんでこんな発表したのか、はい、僕の一つさっき言った神奈川県警ですね、ですねっていう、うん、あのワードあれをちょっと僕なりに考えたんですよね、うん、ただあの、まあ、警察の不祥事で結構、ね、証拠物の保管に関して、うん、結構これ言われてることで、うん、この証拠物を違法に収集したものだと証拠物として保管できないというか、ちゃんと認められないものっていうんですかね、あーなるほど、はい、で例えば北海道警が過去にあってこれも映画化された、うん、日本で一番悪い、はいはい、やつら、あれの中では、例えばなんですけど拳銃を自分で海外から輸入して、うんその拳銃を、通報が来た体にして、おで警察に押収物として上げていくみたいな、なるほど、そしたらこの北海道の何々署は今月一番拳銃を押収しましたって表彰されるんですよ、でも全部自分が入れてたりしたとか、 そういうことですよ、はい、違法捜査って言われてるもの、うんまあ、そういうことをしたりしてたんですよ過去ね、ただもうそんな今やるとえらいことですよ、うんうん、でもこのお薬に関しては多いのが密告なんですよね、はい通報が入ります、うん、どこどこのどこどこに薬が置いてあるそうです、うん、ガチャみたいな更新が見られてましたとか、で実際行ってみたら、うん、ありましたとか言って押収されるで、それはあの見知らぬ怪しい人物が公衆電話から何の目的でかわからないですけどね、いろいろあると思うんです理由は、例えばそういう裏組織の人たちの間で、うんうん
どうしようもなくなったものとか、うんうんうん、はい、そういったものをもう回収してもらうために、はいはい、通報しとけ通報しとけみたいな、あ、なるほど、はい、そういうことの可能性も全然あるというか、うん、そうやって溜まってったものを全然だるくて公表しなかったんじゃないかなと思うんですよ、うん、上になるほどね、めんどくさくてね、はい、もうどうしようこれみたいな、まあ、まあ置いといていい置いといていい、うん、またそれどこの誰が通報したかまだ分かってないんでしょって、うん、でも捜索しないんでいいんですかみたいな、うん、いやもうどうせ分かんねえからそんなのみたいな、うん、そいつが通報したって証拠なんか出ないからいいよいいよ置いといてじゃあ捜査中ということでいいですかっつってずっとそういう押収品っていう、うん、何の押収品か分かんない薬物がたまりにたまっちゃったんじゃないかなって思ったんですよ。そういうことか。でどうしようみたいな、うん、この量やばないみたいな、うん、どうすんのこれって、うん、よしこれ押収したことにしようっつってバーンってした説はちょっとあるなって思っちゃった。いやだからね、警察の汚職というかね、あの、はい、隠蔽体質っていうのはかなりあるって言われてて、はい、あのこれちょっと、日本の話ですけど、やっぱその、はい、警察がとにかくその事件を隠蔽しようとしてるっていう、はいはいはい、だからその、 あの上司がですね、だから部下がこれはいや正義感で、うんうん、これはダメだって言ってその警察のやっぱその秘匿されてる話なんで、はい、それを出しちゃって逮捕されるっていう、はいはいはい、なんかこのね非常にもどかしい事件とかもありますからね。最近もありましたもんね、うん、そういう疑惑がかかってる事件とか。だからそうでもしないと今このご時世にそんだけ持ち込もうとするって無理なんじゃないかっていう、うん、そっちのあっちの組織の人たちもそんなアホじゃないからっていう思うわけですよ、うんうんうん、ただなんか、ま、この他にも僕結構この薬物関係に関しては取材とかさせていただいている中で、はい、唯一日本が報道できない事件の、うん、仕組みというか、うん、行動の規制が入るといいますかね、うんうん、これはもうご法度っていうものの中の一つに、はい、まあ、今結構報道規制って倫理機構が決めてたりするんですけど、はい、例えばですけど芸能人の方が亡くなられた時とかに、うん、その亡くなられた自分で亡くなられた時にその手法とかを細かく紹介しない、うん、これは後追い自殺が増えたりするからっていうので、うんうんうん、ダメですよってなってたりとかあるんですけど、はいはい、その一つにですね、日本にいる不法滞在者、うん、不法滞在者同士が起こして起きた事件とかって、うん、あまり報道を見たことないというか、言われてみれば、うん、不法滞在の方がとかあんまなくないですか。あんまないですね、はい、外国籍のとかあります。そうですよね、はい、そっちがもう本当ほとんどですよね。ほとんどです。ただ不法滞在でとか言われないじゃないですか、うん、確かに。だその理由の一つなんですけど、うん、これあの関西の勤められてたんですね、うん、関西の刑務所にあ、うん、それぞれ方の体験で、はい、あの外国人がよく集まる場所だったんですよ。一つ あるんですよね、うん、なんか全国に外国人を多く受け入れる、うん、強制施設、まあ、その日本国内で国籍持ってて捕まったら、うん、まあ、外国人はここ行きますよっていう、 こう決まった場所があるんですけど、だからそこの受刑者っていうのは、うん、日本人でも多国語っていうんですかね、このいろんな言葉が喋れる人が多かったりするんですよ、うんうん、学歴が高かったりとか、うん、でその中でエリートだったらここ行ってくださいね、ここ外国人が働いてるとこ多いからここで作業してくださいねとか、うん、結構配属されるんですけど、うんうん、そこにある日その、まあ、日系ブラジル人の人が入ってきたんですって。お前何したのって言ったら、そのパスポート偽造で捕まったと、フランクな感じでこう喋るんですって、うん、でこんなことになっちゃって、うんうん、でどれぐらいって言ったら多分5年ですって言って、おとなしくしてれば何ですみたいな話をしてたらしいんですよ、うん、だから刑務作業中に警官の人が入ってくるっつって、作業場に、うんうん、でこれ作業場に警官の人入ってきたら、これもうほぼ100で再逮捕なんですよ。あ、そうなんだ、はい、収容中に、うん、あの別の罪の容疑をかけられて逮捕する。あ、なるほどですね、はい、だからほとんど刑務官って、うん、あの警察官ではないので、うんうん、そこに警察官入ってくるのは何かの聞き取り、うんうんうん、は再逮捕。なるほど。だからビッとするらしいんですよ、うん、もう誰だ。そしたらあの外国人のとこ行って連れていくんです、うん、で戻ってきたらガクガク震えながらボロボロ泣いてるんですって、うん、だから作業終わって、うん、あの工場長が、まあ、ちょっと話聞いてやってくれよってその方言われて、うん、お前どうしたのって聞いたら、あの私多分死刑ですって言って、うん、私死刑になりますっつって、うん、お前何かしたのっつって、うん、はい、でそれがバレたのっつって、うん、多分バレますっつって、うん、言われましたそうっつって、うん、何したのお前っつって、うん、この日本国内で麻薬の取引をしたと。取引相手は不法滞在してる中国のマフィアグループと、うん、うちらの、ブラジルのマフィアグループで取引をしたと。で俺以外は全員不法やと、うん、俺がそこ仕切ったと、うん、でも、うん、私たちは取引なんか最初からするつもりなくて、うん、全員殺すつもりで行ったって、うん、で実際に全員殺してるんですよ。うわ、それがバレたみたいですつって震えてるんですよ。ああ震えたいのこっちじゃないですか。本当ですよ、聞いてる方が怖いですよね。そんなのが目の前にいるわけですからね。なんでそこで震えてないのって話じゃないですか、うん、ただふとこれ嘘ついてんじゃないかと思ったらしいんですよ。お、
普段からちょっとこう陽気なことばっかり言ってるから、うん、なるほどなるほど、だからもう嘘ついてんじゃないの、うん、またあいつそんなこと言ってんよみたいな感じで周りで言ってたらしいんですよ、うん、だからあのいや本当なんですと、うん、もう自分で言うのもおかしいんですけど、うん、本当に殺したんですよ、うん、いやでもそんなことしたらねえそんだけ死体が見つかったら報道されるに決まってるでしょ、うん、みたいな、だからえ日本人は知らないんですかみたいな、うん、海外の、まあ、そういう犯罪組織の中じゃこれは常識ですよ、日本で不法滞在者の中国人とかが何人死のうが日本は絶対に報道しないって言うんですよ、だから別に日本国内で売りさばくことが目的じゃないと、日本国内で取引を成立させることが目的で来てる、なるほどね、で私が捕まったパスポート偽造はそういうやつらを日本に入れるためのパスポートを作ってたって、はそこで繋がったんだ、なるほど、でも何人殺したの、うん、多分6か7じゃないですかねみたいな、真っ暗だったんで覚えてないですって、真っ暗な倉庫の中で、あ、売ってるんですよ乱射、はい、でもそれを警察が来て、でこれが何で発覚したんだと思う、うんうん、したらその時に取引した仲間が俺が捕まったって聞いて面会に来たんですって、うん、あれですよ、うん、偽のパスポートなのに、うんうん、面会に来てその自分の写真と、うん、その時使った凶器を隠してた場所の道具も全部回収して、うん、それを持ったまんま歩いてるところを職務質問されてるんですうわ生々しい、だからこの証拠をどうしたらいいですかってなんか、うん、多分聞きたくて会いに来ようとしたっぽいんですよね、うんうん、ただすっごいアホじゃないですか言ったら、やっぱりめっちゃバカですね、はい、それを持ってるところを職務質問されて、うん、なんだこれはってなって、うん、でお前こいつらに会いに行こうとしてた、うん、こいつらに会いに行こうとしてたってことがバレて自分のとこ来たと、ただ刑事さんからお前だけは絶対に試験してやるからなって今言われたんです、うん、ただ、うん、結局なんですけど、うん、そういった取引とかはなかったことにされてその人はもう帰りました、なるほどね、だからまあ、ここはちょっと憶測込みなんですけど、うんうんうん、変な話、日本国内でそういう事件が起きます、うん、っていう事実よりも隠す方がいいというか、うん、その事実を世間に公表する、そういった組織が日本で取引をしてますよってことを知られる方が、うん、日本からしたらまずいんじゃないかっていう、うん、お話ですね、はい、これね僕も別角度でね別の角度で、はい、そういうことそういう麻薬ですよね、はい、麻薬のことを調べてたりするんですけれども、はい、まあ、やっぱりその報道各社っていうのはやっぱその記者クラブとかが持ってるあるわけじゃないですか、ありますね、はい、うん、だからでそれをテレビ局である番組で報道するってことなんですけれども、まあ、そこにはやっぱスポンサーがついてて、うんうんうん、ね、大手広告代理店とか、はい、そういうものがあるわけですけれども、そこをねその広告代理店を紐解いていくと、もともとアヘン王が作った企業だったりとか、やっぱねその世界 の, でもその大規模な組織っていうのは、うん、それこそ今だとその人々の命を助けるために設立された機関とかっていうのは、もともとアヘンを中国で売ってその金で設立してる組織とかってめちゃくちゃ多いんですよ、うん、だからやっぱそういう歴史もあるから、なかなか未だにだからそういうマフィアと何かしらのつながりが政財界きっとあるから、うん、そういう報道はなるべく穏便に済ませたいっていうことがあるんじゃないですかね。そうして、これが僕聞いたのが、うん、4年前とかだったんですよね、うん、でそこから今のこの日本の動きを見ててふと思ったのが、うん、移民政策をどんどん進めたいから、うん、不法滞在者、うん、不法滞在の外国人の報道なんかしたくないのは当たり前だなと思って、確かに確かに、はい、外国人がこう入ってくれば入ってくるだけで治安が悪くなるよね、うん、これも間違いじゃない部分もあるんですけど、うん、そうじゃない側面もあるんですよね、やっぱ生産性が上がったりとか、うんうん、いい面ももちろんあります、うん、ただ何が悪くするかって、不法滞在で不法就労とか、うん、留学語学留学で来てるのに規則を破って働くとか、うん、逃げ出して、うん、とかそういった人たちが犯罪グループ作って闇バイトしたりとかするわけですよ、そういう人たちが治安を悪くさせるんですよ ね、 そうですよね、ここ結構誤解されがちな部分なんですけど、うん、ただそこまで理解ってやっぱ追いつかないですよね、外国人が日本に来ると危険だっていう認識が国民ちょっと高まりつつあるじゃないですか、だから極力、うん、だって国籍も不明の遺体がどこどこで、ね、10人分見つかりました、うん、なんか、ね、日本中が震撼しますよね、そうなんですよ、もうみんなもう外国人なんか絶対入れるなってなるじゃないですか、うん、なります、絶対なりますわ、そういったことがあっても報道できないという、なるほど、
と、ね、一つなんじゃないかなっていう、面白いな。しかも日本でね、それこそあのスーパーシティ法案っていう、いわゆるその、はい、あのスマートシティでいろんなとこね、街、ね、うん、を便利にしようみたいなありますけど、はい、あそこっていうのはやっぱり外国企業が主導で握ってたりするんですよ。でその外国、なんでかっていうと、そういうスーパーシティを作っていけば外国人労働者を安く雇えるんですよ。あ、そうか。だから人件費を抑えつつもメタデータとかビッグデータとかでそういうデータビジネスができるから、外国人をどんどん実は日本に入れたいっていう外国企業側の思惑もあるんじゃないかっていう。なるほど、日本国内が進めてるかと思いきや、その裏にはまた外国人がいるっていう。まあまあそれはちょっと仕方ないですよね、もう絶対 P ですけど、うん、それは使えないです。マズラビデオでも使えないです。そんな悲しい顔で言われると余計使えないです。それはありますよね。はい、そうそう。正直に、うん、まあ、いいよ。これは一つではあるんですけど、うん、まあ、それに関連してというか、うん、でそこからこう進めていくと、うん、これもまたつながってくるお話なんですけど、取引をしたい場所が、うん、この日本である、まあ、都市伝説ですよね、うん、これもプラス、うん、その薬新薬の有効性を確かめたいっていうのもここ日本なんですよね。ピンです。あ、ダメですか。いやでもね、それ本当おっしゃる通りですよ、はい、それ違法も合法もそうなんですよ、ね、そうなんですよ。なぜか日本で調べたがるんですよ、ね、もうモルモットの国ですか、あれ、うん、あれ なんでなんですか。いやだからもうこれにつきますよ。そうですよね、マジでこれにつきますよ。そうそう、いや本当に僕見てて思うんですよ、これなんでなんだとか言ってますけど、うん、そこにやっぱり着地してしまいますよね。着地しちゃうんですよ、正直。だってその当時のね、第33代アメリカ大統領ハリー・ストルーマンが日本人なんか言ってないですよ、あの人たちは。猿って呼んでるんですよ、いや大統領が。ですよ、ね、本当に。でそういう人たちが日本人をモルモットにしとけって言ってるんですから、が続いてるっていうね。だからやっぱ適してるっていうのはあるでしょうね、これ、うん、この日本って島国の中で独自の文化を持ってて、うん、多様性とかもちろんあるものの、うん、外国海外の情報とか文化に疎いところが傾向があるじゃないですか。そうだから陸続きで大体国ってあるから、うん、多いから、うん、やっぱりその国が違えば文化が違う、うん、ただ陸で続いてるっていうところで、まあ、自分の変な話、家の窓から隣の家の文化を見れるんですよ、ね、なるほどなるほど、こういうことやってんだ。確かに確かに。でも日本は見えないんですよね、うん、その限られた情報でしか海外の文化とか独自の価値観を得ることができないっていう、うん、っていうことで結構国民を一斉に動かしやすいっていう、確かに、っていうのは絶対あると思います、うん、それこそね、古代の歴史を見てもですね、やっぱ日本ってその海洋海の真ん中にこうあるわけじゃないですか、はい、だから海でのルートって入っては来やすいっていうのはあるんですよ。なるほど。でやっぱその隔絶されてますから、大陸から新しい技術、ね、貿易業が盛んになりますからね。新しい技術が来ると、うわなんだこれはすごいってなって、もともといた人たちが迫害されていくっていう、だから日本ってやっぱこう何回も何回もこう大規模な迫害って実はあるんですよね、歴史的に。まあ密かにですけど、この多分当時もですね、そのものすごい争いがあったというよりかは、まあそれを受け入れて、やっぱこう東北の方にこう逃げていった人たちもいるし、まあそういうの人アイヌになったりとか、琉球に逃げていく人もいるしっていう。だから日本人ってやっぱどっかこう戦わずして、こうやっぱこう受け入れて逃げ場所を探してしまうっていう。だから今なんかもね、その別に大規模なデモがあるわけでもないし、ないですね、うん、暴動があるわけでもないし、でもなんかこうどこか文化的なところとかね、土地が知らず知らずのうちに買われているとか。確かにそれを聞いたとしても、そこに具体的な危機感を持たないというか、うん、っていうのはありますよね。そう、分からないですもんね。でもそういうふうに教育されたっていうのも一、やっぱ GHQ が頭良かったっていうのは僕は思いますね、うん、やっぱり。ちょっと救いがあるのは、なぜそうしないといけなかったかって、うん、やっぱ怖かったっていうのはあると思うんですよね、うんはい、この独自の文化を持ったこの集団行動が、うん、そうですよね、やっぱり怖かったっていうのは一つあると思います、うんはい、その魂は捨ててまだ消えてないと思います。僕もまだそれは持ってると。持てん戦え陽動チャンネル都知事選これもう終わってますよ、都知事選はもう今からなんですよ、曲みたいなこといいじゃないですか、行きましょう行きましょう(笑)そんな違法薬の、まあ、知見として使われてるとあるエリアのお話をしようかなと、うん、2つ目都市伝説ですけども、はい、2つある中の2つ目タックルさんの持ち上げた最強の最強の2つ目2つです満を持して満を持してここに登場、はいはいそれがこれまず何が起きたかっていうとですね、うんうん数年前に僕の方に、うんこういうこと起きてるんですけど、これどうしたらいいんですかねっていう連絡が来たんですよ。これ視聴者さんです、うん、でその内容が自分の友達が餓死したっつって、女の子です。餓死、はい、
ただ私その子と1週間前からなってるんですよ、うん、で連絡が全然取れなくて、うんうんうん、警察に家族が相談して家に行ってみたら餓死して亡くなってた。はあ、拒食症だからとかなんか僕聞いたんですよ、うん、そんなんじゃなかったと、他にもいろいろその子のこと聞けますかっていう感じで聞いたら、うん、夜のお店で働いてました、うん、っていう情報だけあって、うんうんうん、でも結局もうそう断定されてて、うん、もうお葬式まで済ませちゃったからもうそれ以上追記のしようがないわけです、はい、っていうことがあったんですよ、うんうんうん、1週間で餓死、まあまあ水とかご飯を食べなかったらまあ1週間で確かになくなるのか、うん、でもそ前からね栄養不失調だったって可能性もねもうあるじゃないですか。だからそういうとこあるのかなと思って、でもそういう状況ってなんだろうって思うじゃないですか、うんうん、まあ、監禁されてるとか、うんうん、そんなこともなくてただただ餓死したって事件性がないっつって終わってるんですよこれ、うん、そういうことがあってなんか、まあ、そういうこともね考えられなくはないなって思ってたんです、うんうん、ほんなら全く同じような話がこっかり入ってから、うん、僕のところにまた入ってきたんですよ。ほほほほほ。でふっと見てたらですね、うん、DM を、うん、内容がありまして、どこどこに住んでる何歳です、うん、つい先日私の友人が餓死しましたと、うん、でも私会ってるんですと1週間前から、うん、でも餓死してるんです、で僕その時に、うん、あれこれどっかで見たぞこの内容って全く一緒じゃない。そうなんですよ、うん、そこで僕あの数年前の DM を思い出して、うん、ワード検索が今 DM ってできるじゃないですか、うん、で探したらあったんですよその数年前の内容、うんうんうん、よう見たら、うん、エリアがピンポイントで一緒だったんですよ。えどういうことこれなんだと思って、うん、でそれを僕情報集めようと思って、うん、まあ、その付近でいろいろそういう夜のねお仕事とかやられてる方とかに聞いたんですよ、うん、最近ただその直で聞くと、うん、危険なんですよね、そういう人って、うん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 、なんか僕だからってわけじゃなくて、うん、そのちょっと敏感な方というか、うんうん、気難しい方で、うん、だからなんかそういう、 こう会話の中で、うん、なんか人がね、こう餓死したりすることってあるんですかねみたいな話をしたら、ね、ちょっとね、ジャブ打ちながらね、そしたら一つまた似たような話をしてくれたんですよ。その話の内容っていうのが、うん、あそういえばあ、まあ、系列じゃないですけどあのうちの知ってるお店で、うん、夜のお店で、まあ、あのデリバリーフィルスのお店です、うんうんうん、に2人で入ってきた仲良い女の子がいたと、はい、で2人ともすごい仲良くて、うん、でルームシェアをするぐらい仲良かったと、うん、ただある日その徐々に片方の人気が出始めて、うん、でなんかある日強いお客さんがついちゃったみたいな、うん、でどんどん人気の格差が広がっていってね、うん、で一人がこう嫉妬する感じになっちゃって、なるほどですね、で最近一緒に住んでんのって聞いたら、まあ、そういうことが実はあったからもう一緒に住んでないんですって答えて、あそうなんだ仲悪くなっちゃったんだと、うん、まあ、仲悪いとまではないですけどもう店で会ってもこうふっとこう挨拶するぐらいです、うんうんうん、あそんなそうなんだって、まあ、そういうこともあるかってこう思ってたんですよ、はい、ならその人気がちょっとなくなってしまった方がですね、うんうん、ある日無断店にこう無断でこの休むになって欠勤するようになって、で、まあ、よくあるんですってやっぱ飛んだりすることも、あそうなんですね、で特に人気が下がってきた人っていうのはもう店が悪いとか言ってこう違う店に行こうとしたりとか、あなるほどね、はい、今遺跡みたいな感じで、はい、するんですけど、ただそこの店はそういうの絶対ありえなかったんですよ。なんでかというと、うん、そういうことして捕まってもう後先がない子たちが来るお店だったんですよ。これもなかなか闇ですけど、ね、やばいね、はい、もう借金で首が回らないとか、うん、もう火の車になっててもう周りに頼れる人もいない、親族も全員亡くなってるとか、うん、もうどっからでもお金取れないっていう子たちが集まるようなお店っていうのがある、身寄りのない人たちの風俗店みたいな、そうですそうですそうです、がすごい安い給料で働かされてる、そういうことなんだ、だからそこから逃げるっていうことはあんまりありえないんですよ、うんうん、でこっからですね、まあ、数日が経ってもう全然、来てないっていうことを、まあ、店の人から知らされる、うん、なんか知らないって、うん、いや私実はちょっと前からあの誰々さんにも言ったんですけど、あの仲は良くないんです、うん、あそうなんだって、でもなんかあの見に行けないかなみたいな、うん、でその時にふとルームシェアしてた時の鍵を持ってることに気づくんですよ、うん、で自分が人気になって引っ越しちゃったから、うん、まだこれ使えるんじゃないかということで、うん、家の中入ったら餓死してたんですよ、うん、ただありえないじゃないですか、ありえないありえない、でその場で警察呼んで、うん、だって数日前に会ってるんですよ、本当にそうですよね、その時には元気な女の子だったんですよ、そっからだってすぐ餓死って、そうですね、もう見たら全然別人のように餓死してるって言うんですよ、はあ、なんで、でこれ警察呼びましたら、うん、警察が、うん、入ってきて、うん、一言、うん、これ P なんですけど、あこれはもう言い方だからダメダメっていうこの今言ったワードって、うん、これちょっとある種隠語になってるんですよ、うん、まあ、今言った身寄りのない子たちが働く場所、うん、こういうふうに数日前まで元気だった人が餓死する場所、うん、そして僕の来てた2件の DM、うん、どこから来てたかって、
そのエリアだったんですよ。こう全部つながって、うわ、このワードっていうのはあのそこの夜の世界では共通のワードらしくて、同じ上等手段なんだ。そうです。じゃあそこを見た時に、うん、あのやり方だからもう操作しませんっていう、え、あ、思わないんだ。もうそれが事件性あるかないかとかじゃなくて、うん、あ、もうこれもうやり方だから、例えば被害者とかを見て、あ、これはやり方だねとか。もう朝こう納豆を混ぜてかけて、あ、やり方だねとか、朝飯前みたいな感じでぐらいの感じで使ってるらしくて、やべえわ。だからその、まあ、ちょっと僕も言われました、正直、あの、このそっちのそれだから、うん、あんまり食いつかない方がいいと、うん、もうよくあるあの出口の、うんうんうん、駅のこっち側、うん、あっちがね、はい、あ、もう何となく見当はつきます、わかります、の一角に本当に、まあ、身寄りがない、子たちで、じゃあこれなんでそんなことになっちゃうのかっていう話なんですけど、気になりますよ、はい、これが、うん、こっかに流行った高額バイトにつながるんですけどね。おお。もう始まってますよ皆さん。あ、はい、また広告つかねえや。どこを撮っても、うん、どこを撮っても、ね、もうとかもうね、どこ何ももう広告がもう、いやいや、でもちょっとすごい話じゃないですか、全部。黒お話でした。いや、ちょっと強烈すぎますわ。ありがとうございます。よかった、ね、安心した。いや、でもね、本当ちょっと、うん、なかなか普段聞けないようなお話を。そうですね。いや、確かに。そういうことでもすごいですね、タックさんの視聴者さんもね、そういった情報をタックさんにこう提供されるっていうね、はい、あ、でもああいうところは全部取材ですね、あの、あ、最初のお話とかはもうほとんどは取材です。やっぱ取材、やっぱね、やっぱ頑張ってらっしゃるんですね。いや、もう、うん、正座して聞いてますもん、話、うん、はい、僕らなんてもうソファーで、はぁーって言っても話聞くときは別にあーじゃないし、稲目以外はあいつだけ許されるんですよね。あいつ何やっても炎上しないっていうね。確かに。なんだかないですね。稲葉さんの伝説聞いたことがあるんですけど、はい、使えるかどうか話してほしいんですけど、はい、なんかあの街で、うん、とってつもなく酔っ払った女がもう、うん、あーみたいな感じでこう絡んできて、うん、でその場にいたみんな、もうやめてやめて、うんうんうん、飲みすぎだよみたいなこと言ってたら、それでもしつこく絡んでくるんですって、うん、おいおいって、うん、ただ稲葉さんがぬって出てきて、うんうん、つってこのぐらいのターンをその女に吐いたっていう実話じゃないですか。これ実話じゃないですか。あいつのターン見たことあります？いや、ないんですけど。ないですか。ビー玉ぐらいの真っ黄色のが出てきますよ。真っ黄色の実話なんですよ、うん、もうあんだけ酔っ払ってた女がそのターンついた瞬間に、うん、ひゃっつって静かになった。いや、だからなんかやつのターンっていうのはここのスピードもすごくて、うん、単独こうピチャーってなるじゃないですか。はい、なんかこうこういうあのなんかあの銃弾みたいな。トグロやね。トグロ。銃弾みたいなですね。衝撃来るんですよ。そうなんですね、うん、あ。それだけちょっと気になってそれもうね、あいつはもうそういうやつですからね。うん、知れてよかったです。うん、まあ、もっと酔っ払いたい酔っ払いのね、あれですから僕らはもう全く知らないですけど。はい、いや、でも本当今日は本当ありがとうございます。ありがとうございました。で、タックさんの方でもですね、はい、僕あの出させていただいてますので、あの概要欄の方からですね。めちゃくちゃ面白い。見ていただければと思います。はい、はい、いや、今日本当ありがとうございました。ありがとうございました。